そう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 。やってまいりました吉野家さんですね。はい、小渡です、本日は愛知県の、吉野家さんにお邪魔しております。本日いただくのが、白味噌煮込みうどんという、メニューをいただきたいなと思います。前からあの写真を見て、あの白味噌煮込みすごい気になってたメニューなので、今日は、こちらをいただきに来ました。すごい楽しみです。それでは、完成まで、待っていきたいと思います。はい、おはようございます。うわー、うまそう。本日いただく、白味噌煮込みうどんの大盛りです。超うまそうです。いや、熱々で温まりますよ、これは。はい、というわけでこちら完成したということで、早速いただきたいと思います。あ、ありがとうございます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、それではいただきます。ありがとうございます。では、いただきます。めちゃくちゃうまそう。前味噌煮込みうどんは食べたことあるんですけど、白味噌煮込みは今日初めてなので、まずちょっとスープかな。普通味噌煮込みはちょっとあっさり系に感じますけど、めちゃくちゃ美味しいですね。やっぱ味噌の感じもしっかりあって、Thank you.
Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。
ここで美味しい出汁の詰まった白味噌煮込み、おそらくご飯と一緒に食べたらめちゃくちゃうまいなと思うんです。なのでちょっと大将にご飯をいただけるかちょっと聞いてみたいと思います。大将すいません、追加で白ご飯っていただけたり、はいはい、あ、いいですか、すいません、ということでちょっと追加で白ご飯で締めをいただきたいなと思います。どのぐらい、そうですね、このぐらいのお茶碗に一杯半ほど、はい、すいません、ありがとうございます。それは大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます、すいません、締めで、おいよ、ありがとうございます。というわけで、最後のこの美味しい白味噌と美味しい白ご飯で締めを食べたいと思います。最高にめちゃくちゃうまいです。このね、白味噌とこの白ご飯がめちゃくちゃ合いますね。もしこちら食べに来た際は最後お腹に余裕がある方は本当にこの白ご飯と、白味噌を合わせて食べたら本当に絶品なぐらい美味しいんで、ぜひやってみてください。
白味噌煮込みうどんめちゃくちゃ美味しかったです。最初のこのかまぼこを最初に食べた時と終盤食べた時の味がやっぱ変化が感じられてめっちゃいいなと思いました。終盤のかまぼこって白味噌のね出汁がすごい染み込んでて、あのかまぼこにもすごい味がねすごい染み込んでるんですね。だからすごいめちゃくちゃ美味しいのと、あと最後スープ、これをご飯と一緒に食べると締めに最高な絶品ですね。もうこの白味噌煮込み最高に美味しいので、ぜひ愛知県、名古屋市、新栄町にある、吉野家さん、ぜひ食べに来てください。大将ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで今回多分吉野家さん今年2023年最後の訪問になると思いますので、今年1年本当にありがとうございました。いろいろとお世話になりました。はい、はい、また来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、じゃあ、ごきげんよう。